日本で一番いい美容整形外科はどこだと思いますか？知りません。一番とかないんじゃない？多分その結局本人がどう思い込めるかだと思うんだよね。その整形って正解がないじゃないですか。そのじゃあ例えば、がんを治療する病院ですとかで、そうするとその5年後生存率の高い病院と低い病院とかって数字出てくるんですよ。でもその整形って美人になったかどうかって本人が思い込めるかどうかなんで、その医療技術が高いかよりその人が満足できるようにカウンセリングできるかっていう、割とその、なんか、要は整形をしたいと思うような人のメンタルに対してどうアプローチするかっていう、その心理学的なカウンセリングとかに強いところの方が満足度は高いんじゃないかなという気がします。最近なんか乳がんになった人の漫画を読んだんですよ。でまあ、言っちゃ悪いんですけど、あ、この人頭悪いタイプだろうなっていう感じが、そのちょっとにじみ出てて、その事実を淡々と伝えるお医者さんっていう人が出てくるんですけど、そのお医者さんが事実を淡々と伝えるっていうのをやってるせいで、自分に寄り添っていないから相性が悪いみたいな判断をするんですよ。で、その乳がんをまず治すのが先だよねっていうのなので、その乳がんの時に、まあ、胸の一部を切除するんですけど、でそれが元の状態に戻るかどうかっていうのをそのお医者さんに聞くわけですよ。でもその要は元の状態に戻すって、まあ完全に元に戻ることはないんですよ。だってある程度一部手術で切り取るわけだから。なのでそのあなたの美意識のまあの問題ですよみたいな、要は美意識にかなう状態になるかどうかはその人次第ですよみたいな言い方をしたんですよね、お医者さんが。まあ言葉セリフはどうなったか忘れましたけど、でそれが気にならないんだった、あ、気になるんだったら、まあ形成外科とかに行って直してくださいみたいな話で、でもともとその乳がんを治すっていう外科の先生っていうのは、がんを治すのが仕事なわけですよ。生き残るためのが仕事で、でその後にじゃあ胸が綺麗かどうかっていうのは、じゃあどれぐらいが綺麗でどれぐらいが気になるかっていう本人の意識の問題と、じゃあそれが嫌だったら形成外科に行ってくださいっていう話で、で淡々と事実を言ってる先生なんですよ、僕が読んでる限り。でもその漫画家の人から見ると、その要は自分の不安っていうのを解消してくれない人だから、信用できないから相性が悪い、だからこの先生を変えたいっていう感じの表現になってるんですよ。で要はその病気を治す先生とその胸をきれいに治す先生は違うっていう事実がまず分かってないんですよ。いや、その治療をするためのお医者さんは、がんを治すのが目的なので、そこにベストを尽くしますと。で、がんが治った後に、じゃあ胸をきれいに再建するかどうかっていうのは別の先生の仕事ですよっていう、その切り分けが、その患者さんっていうか漫画家の人はできないんですよね。っていうので、ああ、そういう風に感じるんだっていうのがあったので、で、そのさっきの整形の話に戻るんですけど、じゃあ、優秀な整形外科ってどういう人なのっていうと、その、技術があって綺麗にするかどうかより、多分、その人に寄り添って納得できて、この先生は相性いいなって思えるかどうかっていう、共感するかどうかが重要で、多分技術っていうのは二の次なんじゃないかなと思いました。はい。だってさ、ぶっちゃけ整形って、仮にね、僕がじゃあ、ひげおやじさんみたいな顔で生まれて、そのなんか死んだ魚の目みたいな顔をしてたら、それはそれでショックを受けて整形したいって思うかもしれないんですけど、まあ、ぶっちゃけいろんな顔の人が世の中にいて、整形なんかしなくても、まあ、普通に結婚もできるし、子供でも作れるし、特に人生困ることはないわけですよ。まあ、タレントになりたいとか芸能人になりたいとかだったら、まあ違うかもしれないんですけど、なので整形をしたいっていうのって、ある程度心の病の部分大きいと思うんですよ。ひげおやじさんみたいな顔だったら別だったけど、なので整形をしたいって思う人って、要はそれで、モテたいだったりする。
するんだけど、なんでモテたいのかって、人から認められたいっていう、その自分が承認されたいっていう承認欲求が理由だったりするのね。要はその本来、まあ整形したいって言ってるんだけど、そのやろうとしてるの整形っていうのは実は手段であって、本当に欲しいものの目的っていうのは、その異性に認めてもらいたいっていう承認欲求だったりするわけですよ。なので、その、じゃあ、すげえ美人にしたとしても、その人が承認欲求満たされなかったら、整形失敗したって思っちゃうのよ。でも、承認欲求が満たされてたら、別にひげわりさんみたいな顔してても、幸せに生きられるかもしれないわけですよ。まあ、僕の知り合いのひげわりさんっていうデブで汚い顔したおっさんがいるんですけど、あのおっさんなんか、まあ、いつでも楽しそうに飯食ってるわけですよ。で、あんな顔でも幸せになるわけだから、別に顔とか関係ねえんじゃねえとか思うわけですよ。まあ、結婚してるわけだからな、あの人も。だから、その、承認欲求を満たせるかどうかが重要で、顔がどうかってそんな大事ではないのですよって話をしたところで、はい。今日の仕事は果たしたっていう感じで、はい。ひろゆきさんが整形に失敗したらどうしますか？ひよえさんを整形するならどこをしますか？僕、整形しないんで失敗しないと思います。ひよえさん整形するなら難しいんですよ。あの人ね、顔がでかいんですよ。その、整形って、パーツ全部いじれるように見えるんですけど、骨格自体いじるのすごく難しいんですよ。なんか、エラを削るとかは多少可能なんですけど、その、顔全体がでかいんですよ、ひげおやじさんって。何の話してるか分かりづらいかもしれないんで説明すると、ひげおやじさんっていうその性格の悪いデブで頭のおかしなおっさんがいるんですけど、で、そして顔もでかいし体もでかいんですけど、で、その、まあ、あんまり顔も良くないので直したいという気持ちがあるのは分かるんですけど、直そうにも、その、骨格自体顔がでかいので、削りようがないんですよね。なので、整形でなんとかできるような、そんな生半可なものじゃないんで、はい。頑張れ、高須院長。美容整形についてです。学歴や職歴や資産は後天的な努力でカバーできますが、見た目は遺伝でほぼ決定すると思います。美人は見た目だけで3000万得すると言われています。美容整形を保険適用することで、多少少子化が改善し、自殺やいじめや差別が減る方向に進むと思いますが、そうならないでしょうか？なりません。世間の失敗や財源的など動画紹介お願いします。これ前回僕答えた気がするんですけど、多分同じことを言うと思うんですけど、じゃあ、10点満点中3点の人が整形して5点になりました。そしたらモテるようになるわけじゃないですか。で、4点の人が今度じゃあ整形して6点になりました。で、5点と6点で6点の方がモテると。っていう感じで、結局じゃあ、みんながみんな整形しますよってなると、3点の人はじゃあ5点になっても、4点の人は6点になって、5点の人は8点になって、結局みんなが整形すると、一番低い点数の人が低いっていうままなんですよ。で、美人か不細工かって相対評価なんで、全員が美人ってないんですよ。誰かと比べたらこっちがブス、こっちが美人ってなるので、結局みんながみんな整形しても、その差というのは変わりませんと。で、その、じゃあ、骨格が結構でかいとかって、要は顔がでかいとかって、整形しても変わんないんですよ。ある程度方々に削るぐらいできるんですけど、顔がでかいそれ自体変わんないんですよ。僕の知り合いの性格の悪い死んだ魚の名詞で、レギュラーさんっていう人がいるんですけど、あの人、顔でかいんですよ。なので、彼が痩せてもやっぱり顔はでかいんですよ。っていうのもあるので、どうしようもない人はどうしようもないです。以上です。はい。